どうもコブラです。今回は妖精の成長ができる甘い蜂蜜種について紹介いたします。こちらの蜂蜜種は野生の蜂の巣を加工することで最高級が出てきます。その最高級を使って料理をすると作成することができます。それではやっていこうと思います。 それでは甘いいいいにつてて話していこうと思います野生の蜂の巣3つを加工することでノーマル高級最高級のランダムで得ることができます最高級を使って料理することで甘い蜂蜜を作成することができますそしてですね幼生の成長をさせやすいということが特徴となります ハチノスのロケーションとしては、まあ何個か候補があるんですが、一番やりやすかったのがバレノスの森。こちらがデルチ農場ですね。こちらが比較的やりやすいのではないかなと思います。繰り返し、まあ、回って、ぐる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 回って、1、2時間ぐらいで、えー、600個ぐらい採集できると思います。約ですね。バレノスの森、デルチ農場に関して言うと、 蜂の巣がかなりあるので、まあ、人がいても、まあ、ぐるぐる回れば、またリスポーンするので、大丈夫だと思います。まあ、こんな感じで、まあ、こう、一周するように、で、蜂の巣がまたリスポーンしているので、それを、もう、限りなく、まあ、自分が欲しいもの、例えば、600個から、まあ、1200個の間を狙ってですね、 1>, まあ1時間半か2時間ぐらいあの周回すればですね取ることができますこういうふうにぐるーっと回ってそれでまた折り返し地点が来てまた何回も何周も何周もやればですね取ることができるんですがここでですね狩猟銃がまあ修理しないといけない村が近いんであの村まで修理するっていうのめんどくさいんで テントを張ってですね、修理をすることをおすすめいたします先ほどバレノスの森で野生の蜂の巣が約602個取ることができましたこちらの野生の蜂の巣を3つ加工することでランダムで蜂蜜ノーマル高級最高級を獲得することができますこちらの最高級を使って 甘いハチミツ種を作ることができます加工は加工レベルが高いほど成功しやすいと思います私の例としては私の加工は名称レベル5となりますそのレベル5で加工した場合野生のハチの巣から600個加工すると最高級が約21個手に入れることができました 前回の動画で私の妖生が3等級を得ることができました。こちらの3等級を成長させるには、マックスカンストさせるには、甘い蜂蜜種が400個必要となります。今回は妖生が成長しやすい甘い蜂蜜種の作り方、そして野生の蜂の巣のロケーションについて紹介いたしました。 こちらを使えばですね、比較的やりやすいんではないかなと思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。